この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエル、そして旅人。こいつもうモハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった残氷。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神レベルだぞ。残氷の機械人形という元々の概念を極限にした体、その上さらに神の心によって際限なくエネルギーが送られている。凶霊院と賢者は一体どれほどの力を費やしたの。単に技術的角度から見れば称賛に値するほどのものよ。人間の英知の結晶と言っても過言じゃない。まだそんなこと言う余裕があるのかよ、ナヒーダ。でも精神的角度から見ると、彼が神の高みにまで到達しているとは私は思わない。世に生まれし全ての神はそれぞれの神の心に紛争という二文字が刻まれているはずだ。このような力の鼓動、そして心の底から生まれる躍動を君は感じられないのか。ナヒーダがお前なんかと同じ感覚を覚えるわけないだろう。貴様、自分が神の対話を遮ったことを理解しているのか。矮小なる者よ、身の程を知れ。神の心に刻まれた紛争、もしかして魔人戦争のことが言いたいの。今のテイワットにおける平穏な局面は決して容易に得られたものじゃないわ。私は直接、ま、あれはただ法則に駆り立てられた無意味な消耗だった。今さら持ち出しても意味はない。そうだろうか。僕は自分が本物の魔人戦争に参加できなかったことを非常に残念に思っている。まさかこの世に力を渇望しない神が本当にいたとは初めて見たよ。知恵を司る神、通りで自らの民にさえ見捨てられるわけだ。君の判断は君の存在のように重みがなく薄っぺらい。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ、知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。そう、今君が僕と戦う選択しか選べないのと同じようにね。かかってこい。今ここに魔人戦争の一角を再現し、僕の神としての誕生を証明しよう。不屈滅！虫けらが全部丸見えね。渦潮よ、逆まけ。
神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。増える！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのが、これで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無教の力、
一体いつから始まっていた？君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある？さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。七葉、生き長えられるのは僕だけだ。
間、人間。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカ・デヴァータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。想像してたのと全然違うぞ。世界樹が存在するあの意識空間に入るはずじゃなかったのか。あそこは確かにこの旅の終点よ。でもまさかマハールッカ・デヴァータの残留意識が近畿の知識、私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に近畿の知識が現れたことが一度あるの。その時はキング・デシェレトの自己犠牲とマハールッカ・デヴァータの身を削った力によって駆逐に成功した。それから500年前のカーン・ルイアの災厄で再び近畿の知識による汚染が現れたと考えるのも難しい。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。じゃあここがマハールッカ・デヴァータの残した意識で近畿の知識による汚染を受けてたとしたら。ええ、彼女は近畿の知識との対抗によって命を失った可能性が高いわ。たとえ近畿の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければこの500年の間汚染の兆候はこれだけにとどまっていなかったでしょうね。私を含めてみんなが近畿の知識という概念について忘れたのも彼女の世界樹修復の影響によるものかもしれないわ。悲しいのか。彼女の苦痛を感じているの。ここの意識の汚染はあまりにもひどく、一面に狂気や混乱、苦痛がはびこっている。彼女はこのような状況下で力尽きるまで近畿の知識による汚染と対抗したというの。その上ほんのわずかに残った明晰な意識を使って私たちに手がかりを残した。ええ、その言葉は近畿の知識の干渉を受けたことによりいくつかの単語しか聞こえなかった。でも今なら
この謎の答えを見つけられるわ。これらの汚染された意識をくぐり抜け、正しい方向を見つけ出し、そしてマハールッカデバータの口から直接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのは、ここにいる私たちは意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても、常に意識を鮮明に保つ必要がある。うえ、そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ、あなたは単純だから問題ないと思うわ。さ、出発。リッチを象徴する意識の船よ。なんだよこれ、者たちがあれの影響を受けてるみたいだ。だ、元気出してせ、は、丸見えね。と、私のお家にいらっしゃ。ダメ。まず火事を見つけなきゃいけないよな。
方向で合ってるか、ナヒ。ええ、この航路を行けば意識の船がすぐに私たちをここから連れ出してくれるでしょう。もうすぐ目的地に着くわ。みんな意識ははっきりとしているかしら。え、オイラは何も問題ないけど。もうこれ以上新たな変数が現れないでほしいわ。今度こそマハール・カデバータに会えるかしら。そういえばナヒーダは一回もマハール・カデバータに会ったことがないのか。ないわよ。私の誕生と彼女の逝去はほぼ同時に起こったみたいだから。そうでもなければきっと彼女からより多くの指導を受けていただろうし、私は今よりもっとうまくできていたと思うわ。もう十分よくやってるぞ。よし、早くこの居心地の悪い場所を抜け出して彼女に会いに行こうぜ。ここがお前たちがずっと行ってた場所か。世界樹の足元。ここよ。マハール・カデバータに会いに来たんだよな。でもあそこに立ってるのって、私にそっくりだわ。あなたがマハール・カデバータ。ええ、いかにも。この姿に驚いたのかしら。ここは当時の世界樹と大地の形を再現しているのけれど、結局は意識空間に過ぎない。あなたと私は本質が同じだから、私たちの姿は完全に同じように見えるのよ。どうして本質が同じなの。あなたが私で、私があなただからよ。あなたは私のリンネだもの。リンネ。マハール・カデバータである私は世界樹の化身なの。そしてあなたは世界樹から折られた最も純粋な枝。例えるなら、たとえ木が枯れても枝はいつか根を下ろし、別の形で生き続けていくかのように、あなたの目の前にいる私は、マハール・カデバータとしての私が残した、ほんのわずかな意識に過ぎない。本当の私は、とっくの昔に死んでいるのよね。うん。あなたの今の姿から時間を推測すると、大方私が死んでから500年近く経ったのかしら。やっぱり来たのね、リンネ後の私。それってもしかして
いつか私もあなたのような偉大な神になれるってことなの。あなたと私の本質は同じだけど、運命は必ず異なるわ。枝が成長して新たな大樹になっても、本来の木と全く同じ姿になることはない。だから運命こそが究極の知識。そうよ。実に悪くない考え方よ。だからこそあなたは私にはなれない。そう。でもあなたなら、すでにあなたの身から当時の私にはなかった意志を、そしてそれらは、安心して、知恵の成長も実は草木と同じで、ゆっくり花が咲くのを待てばいい。今考えると、教令院の賢者たちって全く見る目がなかったんだ。ありがとう。本当に嬉しいわ。自分がずっと慕っていた目標が、実は異なる運命の自分だったなんて。あなたと話せて本当によかった。マハールッカデバータ、ずっとあなたに会いたかったの。私もよ。世界樹の枝を折り、あなたを想像した瞬間から、こうしてあなたと会話できることをずっと楽しみにしていたの。どうして私を想像したのか話してくれるかしら。それと、あなたが亡くなった時、一体何が起こったのかも。ええ、分かっているわ。あなたたちは答えを探しに来たのよね。あれが起こった日、空さえもこのような色になっていた。当時、私以外の七神は全員カーンルイヤという名の国へ向かうよう召集された。私はというと、もう一つさらに重要な任務があったの。それは世界樹を守ること。災難の降臨は近畿の知識の汚染とともに現れた。それとほぼ同時刻、世界樹と意識がつながっていた私は異変に気づいたの。さらには精神的な苦痛が私を苛み始めた。そして私が世界樹に駆け寄った時には、すでに近畿の知識によって侵食されていたわ。もしも千年前にキングデシェレトと共に近畿の知識による汚染を収めていなかったら、あの時私はなすすべもなかったでしょうね。近畿の知識、それは一体何なの？この世界には属さない知識、知ることのできない真実よ。あれはアビスの底から来るもので、私でさえ理解できない。世界はあれを排他し続ける。でもそのせいで世界にも様々な症状が生まれるの。もしも近畿の知識による世界樹への汚染を放っておけば、テイワット全体が支離滅裂な状態になるでしょうね。知恵の神でも理解できない知識があるなんて。あの時私には分かっていたの。単に自分だけの力では近畿の知識を駆逐するなんて不可能ってことに。だから私は人間の知恵を統合する装置を作り、それをアーカー社と名付けた。まさにこの世で最も偉大な発明ね。ありがとう。長きにわたって私は
夢こそが人間の知恵の結晶だと思ってきたわ。少し勝手なやり方だったけど、それでも私はアーカー社を利用して人々の夢を借りた。人々の知恵を統合し、その上で私が持つ全ての力を尽くしたわ。それでどうなったんだ？スメールの民の知恵のおかげで、近畿の知識はほぼ全て世界樹から取り除かれたわ。でも事態は私の予想していたほどうまくはいかなかった。ある頭痛が不吉な予感をもたらしたの。その時やっと私の意識が世界樹とつながっていることを思い出した。世界樹が私に知識と知恵をもたらすと同時に、汚染も私の身に襲いかかった。最初から私という存在は近畿の知識によって汚染されていたの。そんな、どうして？私もあなたの意識の中でその苦痛を見たわ。とても恐ろしい体験だったでしょう。ええ、でも私がどう感じたかなんてそれほど重要じゃないわ。重要なのは、たとえ私が死しても、私の存在、私と関わるすべてが記憶と知識として世界樹に保存される。それにより近畿の知識は永遠に根絶されることがない。そして私も永遠に自らを消すことができない。一種のパラドックスね。だから私は世界樹の最も純粋な枝を折って、私を輪廻転生させ、手がかりを残した。あなたをここに来させて、汚染された私を世界樹から完全に消すために。待って、違う、そんなの違うわそれが何を意味しているのか分かったよね。やっぱりあなた賢いわ。あなたの想像通り、世界樹にはこの世のすべての知識と記憶がある。私を世界樹から抹消するということは、私が初めからこの世に存在しなかったのと同じこと。でもね、これこそが世界樹を救う唯一の方法なの。人々はあなたを慕い、あなたをずっとずっと思ってきたのよ。私もこのままあなたを忘れられるわけ。本当にもう他の方法はないの？他に私ができることはもうないの？あなたは知恵の神なのよ、ブエル。知っているはずでしょ。これ以外に方法はないわ。でもあまりにも残酷すぎるわ。あなたのこと忘れたくない。そんなに悲しまないで、ブエル。
智者として答えを見つけられたこの瞬間を楽しむべきだわ。これがあなたたちのずっと追い求めていた答え。知りたいと思っていたあの言葉のすべてよ。世界が私をどうか忘れてくれますように。私たちは皆知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では、人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中にさらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそこの世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。こそは問いを唱えるもの、そして同時に答えを探すもの。人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵素敵な夢があなたたちに訪れますように。ええ、大丈夫よ。ただ少しわからないことがあるわ。私たちはさっき世界を救ったのよね。でもどうして私泣いているのかしら。今の心の内にある感情がどこから来ているのかわからない。でもさっき起こったこと、私たちはさっき二つの神の心の力を使って500年前の世界樹と意識をつなぐことに成功した。そして世界樹に残留していた汚染を除去して。そうだな。どうしたんだよ。お前もさっき一緒にいただろ。
この音、旅人？パイモン？これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？無防備なものをすぐさま無境に入らせるただの音波さ。だがやはり神には聞かなかったか。あの賢者たちの研究で面白かったものがこれしかなくてな。ついでに持ってきて試しただけさ。安心しろ。私が彼女たちを本当に殺せば、お前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉をしに来たのだ。当然ながら双方の関係を壊すような危険な真似はしない。私と交渉を？あなたはもうスメールを離れたと聞いたけれど、どうしてまたここに姿を現したの？スメールを離れたのは私であり、スメールに残ったのも私だ。知恵の神でさえ認識による完成に束縛されてしまうとは、実に失望させてくれる。それはつまり、この世には数々の異なるあなたが同時にいるということ？悪くない推測だ。たとえ同じ個体でも異なる年齢によって認識は変わってくる。その昔、私は世界の観察をするために自身のすべての視点を残そうとある重大な決断をした。観察は実験の第一歩だ。だが今ある世界の観察だけでは満足ができない。時間という重要な次元が欠けているからな。それゆえ私は様々な年齢における自分を断片として保存し、それらを独立の個体にした。それだけのことさ。私は知りたいのだ。知識を求めるために行った私のこの行為を知恵の神がどう評価するのか。あなたは生命という概念を侮辱しているわ。生命に本来含まれている数多くの規則と制限には全て存在意義と理由があるの。決してうぬぼれなんかで勝手に破っていいものじゃない。よかろう。大したものだ。確かに人間にとって自らと和解すること自体極めて困難なこと。それが異なる時期の自分であればなおさらだ。教令院にいたのなら、どうして今になってやっと現れたの？あなたには私たちを阻止し、あの偽りの神を手伝う力があったというのに。その問題はいささか簡単すぎる。実験中に被験者を助けるスタッフがどこにいるというのだ。この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない？教令員は送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたはそれをただ一回の実験としか見ていなかったというの？狂っているわ。もしも実験が成功していれば、あなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時、あなたはどのようにして自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの？それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは自分がどんなものになっていると思う？私は学者に過ぎない。これらの結果はその可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。だがお前の言うことは何も間違っていない。だからこそこの実験には少々失望したのだよ。あなたは一個体として貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたら
なおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて、話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし、材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。クラクサナリデビー、お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。その雷の神の心をお前は戦闘に応用することができない。あなた、私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど私には今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神にはもちろんできる限りの尊重と体裁を持って接したい。あなたのその虚職は絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら私が今ここで神の心を破壊し天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます？可能だと思うのか？天理は長いこと沈黙を保っているけれど、神の心は天理がテイワット大陸および一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したらもう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時、カデューのした行いは一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた、私とこの可能性についてかける勇気はある？ふん、かけ？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきりお前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口から賭けなどという言葉を聞くとは。だが実に巧妙な一手だ。まさか以前私がお前の意識を捕捉した際すでに見破られていたのか？学者としていかなる可能性も尊重しなくてはならない。これは私のモットーであり、実験者に欠けてはならない品格でもある。確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ？たとえ異国の神の心をスメールに残しても災いが生まれるだけ。でもこの雷の神の心はあなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になってその戦利品を奪い取ろうというのなら、全ての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ？他の断片を全て消去するというのはどうかしら。そのような手段で知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと？確かにそのやり方は私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の制作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは非常に賢い選択だと言えよう。実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。全ての私の中でお前が出会ったこの断片こそ最も利己的なものだ。もしも私でなければそのやり方は成功しなかっただろう。監禁されていた時お前は何を見た？
私を観察したからこそ、私が彼らに疑われることにとっくに辟易し、終わることのない言い争いに嫌気がさしていたことを知ったのか。あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体極めて困難なことだって。頭のいいあなたはそれができているのかしら。なるほど。あまたのあれら私と神の心一つが同じ価値だとお前が思っているのなら、よかろう。取引成立だ。そんなに気にしていないようね。まさかあなたたちの関係って本当にそんな悪いのかしら。気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心と交換できる、これ以上の高値を自分につける者がいると思うか。それに私の力をもってすれば、いずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ。私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。ふん。馬鹿げた決断を、ふざけてるのか。極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思う。立て、待つんだ。代価に見合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか。持っていきなさい。この先学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたにつけ入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私もこの都市にさ、これで駒が一つ、そしてお前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ、スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるなら、スメールの神の心がここに残っていても重要な役割を果たせないだろう。求める者に求める者を送る、それが神の責務ではなかったか。ほう、その表情、あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば、私の知識と交換するのはどうだ。この世に流布する伝説では、すべて人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっているわ。それなのにあなたは自らの知識を使って知恵の神のものを交換しようとしている。